宮沢賢治作トッコベトラコより抜粋。おとらぎつねの話はどなたもよくご存知でしょう。おとらぎつねにもいろいろあったのでしょうか。私の知っているのはトッコベトラコというのです。トッコベというのは名字でしょうか。トラというのは名前ですかね。そうすると名字が様々で、名前がみんなトラという狐があちこちに住んでいたのでしょうか。さて昔、トッコベトラコは大きな川の岸に住んでいて、夜網打ちに行った人から魚を取ったり、買い物をして町から遅く帰る人から油揚げを取り返したり、実に始末に負えないものだったそうです。欲深のじいさんがある晩ひどく酔っ払って町から帰ってくる途中、その川岸を通りますと、ピカピカした金襴の紙下の立派な侍に会いました。じいさんは丁寧にお辞儀をして行き過ぎようとしましたら、侍がピタリと止まって、ちょっと空を見上げて、それから顎を引いて、六平を呼び止めました。秋の十五夜でした。あいや、しばらく待て。そちは何と申す？へいへい、私は六平と申します。六平とな。そちは金貸しをわざといたしておるな。へいへい、御意の通りでございます。手元の金子はすべてただいまご用立ていたしております。いやいや、拙者が借りようと申すのではない。どうじゃ、金貸しは面白かろう。へい、ご冗談。へいへい、御意の通りで。拙者に少しく不要の金子がある。それに遠国に参るところじゃ。預かっておいてもらいまいか。もっとも拙者も数々敵を持つ身じゃ。万一相果てたなれば、金子はそのままそちに使わす。どうじゃ。へい、それはきっとお預かりいたしまするでございます。さようか。はいや、金子はこれにじゃ。そち自ら蓋を開いて一応改めてくれい。えいや、はいや、と侍は懐から白いたすきを取り出して、たちまち十字にたすきをかけ、ごわりと袴の桃立ちを取り、トントントンと土手の方へ走りましたが、ちょっとかがんで土手の陰から千両箱を一つ持ってまいりました。ははーん、こいつはきっと泥棒だ。そうでなければ偽金使い。しかし何でも構わない。万一途中相果てたなれば、金はごろりとこっちのもの。と六平は一人考えて、それからホクホクするのを無理に隠して申しました。へい、へい、よろしゅうござります。御意の通り一応お改めいたしますでござります。蓋を開くと中に小判がいっぱい詰まり、月にギラギラ輝きました。はい、や、と侍は千両箱をまた一つ持ってまいりました。六平はもっともらしくまた改めました。これも小判がいっぱいで月にギラギラです。はい、や、はい、や、はい、や。千両箱は乱れ遠ほどそこに積まれました。どうじゃ、これだけをそち一人で持ち参れるのかの。もっともそちの持てるだけ預けることといたそうぞよ。どうも侍の言葉が少し変でしたし、そして確かに変ですが、まあ六平にはそんなことはどうでもよかったのです。へいへい、何の千両箱の塔やそこ箱、きっと、きっと、
持ち参るでござりましょう。うん、さよか。しからば、いざ、いざ持ち参れ。へいへい。うんとこしょ、うんとこしょ、うんとこしょ、うんとこしょ。合議じゃ、合議じゃ。そちはさほどになけれども、そちの身に沿う欲心が、現に大力じゃ、大力じゃのう。褒めつかわす、褒めつかわす。さらば、しかと預けたぞよ。侍は銀線をパッと開いて、感服しましたが、六平はあまりの重さに返事も何もできませんでした。侍は扇をかざして月に向かって、それ一芸あるものは姿見にくし、と、なんだか洋曲のような変なものを低くうなりながら向こうへ歩いていきました。六平は塔の千両箱をよろよろしょって、もうお月様が照っているやら、道がどう曲がって、どう登っているやら、まるで夢中で自分の家までやってまいりました。そして荷物をどっかり庭に下ろして、おかしな声で外から怒鳴りました。開けろ開けろ、お帰りだ、お大臣様のお帰りだ。六平の娘が戸をガタッと開けて、あれまあ、父さん、そったにじゃりそって何しただす？と叫びました。六平も驚いて、下ろしたばかりの荷物を見ましたら、おやおや、それは土手の不審の塔の砂利瓦でした。六平はグググッとなって、白い泡を吐いて気絶しました。それからもうひどい熱病になって、二ヶ月の間というもの、とっこべとらこに騙された、騙された、と叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか？どうせ昔のことですから、誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか？朗読は石川由美子でした。